久々にギターの修理を依頼されたのでやっていこうと思います。ものはこちら、ヤマハの FG180、 しかも赤ラベル、国産ギター誌に名前を刻み込んだ名機であります。依頼内容は2弦がまともにならないからなんとかしろとのこと。どういうこっちゃ？と弾いてみると、2弦だけどのフレット押さえてもビビっちゃって民族楽器の音がします。これはネック側の問題ではないですね。ってことでブリッジを見てみましょう。なんじゃこら？あ、なるほどね。弦高下げ用としてサドル削りすぎちゃって、2弦はサドルの上通るだけになっちゃったってわけね。そんでもってブリッジピンも径が合ってないからしっかり刺さらなくて、弦のボールエンドをちゃんと受け止められていないと。解説。こちらが本来あるべき姿のブリッジとサドルの状態です。サドルからブリッジまでの落差がちゃんとあり、サドル頂点で下方向にもしっかり力がかかっているのがわかります。そしてこちらが今回の状態。サドルとブリッジに落差が少なく、サドルを押さえつける力が弦の振動に負けてしまってビビっちゃったわけです。ボディ内部を見てみると、奇跡的と言っていいくらいブリッジプレートに損傷がありません。おそらくボールエンドが穴にすっぽりとはまっていたんだと思われます。対策、サドルの後ろ側のブリッジを削り落として落差を稼ぐことにします。どのくらい削り落とせるか計測してみましょう。これだとギリ2ミリといったところでしょうか。サドル溝の深さを確認しようとしたらサドルが割れてました。4ミリ中 2.5 ミリくらいが溝に埋まってる感じですね。となると削れるのはせいぜい 1.5 ミリ。それでは心もとないので溝を長めに掘ってテンションを稼ぎましょう。最終的にはこの状態を目指します。それではウィーンと作業開始。本当は作業動画を撮るつもりだったのに静止画設定のままでした。だいたい削り落としたらヤスリでひたすら整えまして、ガイド溝を掘っていきます。弦通し用の穴も 5.5 ミリまで広げました。削った部分にオイルをすり込んで弦を張りました。サドルの亀裂部分に3弦が入り込んじゃってますが、依頼主に確認したところ交換しなくて良いとのことなので、この後サドルを横にずらして調整するにとどめました。横から見るとサドルの上を通るだけだった2弦にしっかりテンションがかかってます。音出し確認。はい、そんなわけであっさり復活しました。合板ボディですが、さすが名機と言われるだけありますね。音量もあってキレのいい音です。ブリッジプレートの状態も良いのでまだまだ元気になってくれるでしょう。といったところで今回はここまで。また次のジャンクでお会いしましょう。